ツイートしました。こんばんは、こんばんはしか言ってないけど、こんばんは。なんかさ、お昼すごい地震あったんですよね。皆さん大丈夫でした？ちょっと話すのやめようかな。みんながある程度こんばんこんばんはこんばんはこんばんは。初見さんもありがとう。そう、震度6強で強いですもんね。なんかツイッターで見たらすっごい崩れてて、お家がびっくりした。いや、なんか東京来てから地震多いからさ、変になんかちょっと揺れたくらいじゃそんな怖くならへんかったけど、ならんくなったけど、悪いことなんですけどね。震度6強経験したことないから大変そう。地域の人、震源地域の人、何もありませんように。こんばんは。見て、ちゃんとコップで飲むっていう、コップで飲むっていう、珍しく今日は。ゲーム配信やめたん？うん、やめてないんですけど、5月は配信ずっとしてなかったから、5月初配信だ。なんか最近はずっとゲームばっかしてたんで、龍が如くクリアを目指して、だからみんな私のお顔見てないかなと思ってファンサービス冗談ですよ。なんか久しぶりに雑談配信いいかなと思って、はい、やってみました。ファンさんありがとう。お顔見れて嬉しいです。よいよいぞお前たち。ハチさんさん、ガルジェイさん、お花ありがとう。初見さんもありがとうございます。こんばんは、こんばんは。早くアバター作らないとな。あ、そう、今日弟の誕生日、今日お昼ファンクラブでちょっとお話ししたんですけど、頭文字じちゃん、流れ星10個ありがとう。そうなんですよ、ファンクラブでね、お昼はちょっとお話ししてたんですけど、あんな感じでお祝いしました
ファンクラブ入ってないとわからん話か。覚えやすいんですよね、5月5日でさ、そのファンクラブの方でさ、12時過ぎてからなんかちらほらお祝いしてくださってたじゃないですか、ファンの方が。弟くんお誕生日おめでとうって。でそれで弟にファンの人がお祝いしてくれてるわみたいな話したら、なんで知ってんのってなんで誕生日知ってんのとか言ってねえねえ言ってもねえねって呼ばれてたから、ねえねって言ってるんですけど、私のことねえねって、ねえねえみんなファンの人に全部言ってるもんって言って、そうなんて言っててましたね。なんで知ってんのって言ってびっくりしてた。でもさ、昔プレゼントくれたりファンの方弟にねしてたから、あんた知ってるやん言うて、プレゼントあげました、あれあげたっていうか1万円をこれで何か好きなもの買うでもいいし、貯金奨学金返していかなあかんから、これから貯金でもいいし、あんた使いなやって言って渡しましたそれが一番いいかなと思って、そう私がそれが嬉しいんでないですか現金が。そのだって好きなもの、自分が好きなもの別に欲しいもんなかったら貯金できるし、うさみくさん金色のハートロックありがとう。終わるかなもう金色ギフト。ゴールデンウィークって明日明後日まで？そうそう身内やからいいんですよね。これがさ友達とか、まあそれこそ推しメンとか皆さんから見たら私とかとか。誰かにプレゼントあげるってなったらちょっと現金は生々しすぎるから良くないかもしれないけど、カジラマジじゃん金色のハートチョコありがとう。そう友達のプレゼントに現金はそうちょっと良くないですね。なんか一緒に友達やったら当日一緒に過ごすんやったらその時のご飯とかどっか行くとかは全部私が出すみたいにしてます。ふーちゃんは何をもらったら嬉しいですか。もうそんな気持ちだけで嬉しい。もう何もいらんよ何もいらんよ、気持ちだけで嬉しいって。ありがとう。よしよし、好感度を上げてく。よしよしよしって言ったらもう終わり。聞こえてる、みんなに聞こえてる、もしかしてこれ、あれこれライブやったっけ。今の聞こえてましたか。今もしかしてあれ聞こえてましたか。まずこれライブやったっけ、あ収録じゃなかったっけこれ。
え？まず心の声。いや本当のこと言うと、なんかスキンケアとか嬉しい。スキンケア、コスメとか使えるものがいいですね。ぬいぐるみは困ります困るやつあんま言わんよな。え、昔から言ってるんですよね。でも私人形はあんまり、前も言ってたよな、人形はちょっと困っちゃいます。はい、お洋服とかも好きです。うさぎオンライン系の。まあまあでも考えてくれるっていうのがまず嬉しいですからね。プレゼントを贈ろうっていう気持ちになってくれてるのが嬉しいです。はい、それだけで本当に嬉しいですよ。これは別に狙ってるわけではなく、本当に。昔洋服嫌って言ってました私。え、そんなことない。握手会とかもほぼみんなからもらった服着てた気がする。せっかくくれたから着させていただこうと思って。ほぼね。フィギュアはあんま分かってないねんな私。良さ分かんないんです、ごめんなさい。好きな服のブランドはうさぎオンライン系、スナイデルとかフレイ ID とか好きです。リリーブラウン、うさぎオンラインめっちゃ見ますね。ココディールも好き。女性のプレゼントはリップとボディクリームがいいって言ってる。あ、使える。でもリップとかってさ、その人がさ好きな色かわからんかったりするやん。だから難しいかなって思って、だからリップにするなら、なんかみんなが使いや、万人がつ、え、万人って言うんですか、万人が使える色だったり、あとはねマキシマイザーとかがいいと思います。ボディクリームもまあいいと思います。ボディクリーム、ジョン・マローンのボディクリームとか、そういうなかなか自分やったら買われへんボディクリームがいいんじゃないですか。そのちょっと高めのそのさ、普段自分やったら用手出さへんけどみたいなのが一番嬉しいと思う、プレゼント。なんかさ、いやでもまああんま言わんとこかプレゼントもあれですよね、ドキドキするよね、送る方もセンス問われるし。でもさ、ほんまにこれもらって喜んでくれると思ってんのっていうプレゼントもたまにあるやん。え、これほんまに私もらって嬉しいって思ってんのあんま良くないか、ほんまに思ってんのかな、これなんでこれを選んだんだろうってなったりするから、私は普通に今までもそうやけど欲しいものずっと言ってきましたね。服とかもそうやけど、ここのブランドが好きとか、ぬいぐるみはあんまりいらないよとかちゃんと自分が好きなものは公言していて、もらね、あげる方もそっちの方があげやすいし。あぶね。こんばんは、こんばんは。
ハンドクリームはいいと思います。でもな、もらいすぎて逆にいっぱいあるパターンあるかもしれん。女性ハンドクリームめっちゃたまると思う、もらいすぎて。お返し結構な人が送ってるイメージあるな。難しいですよね。夜ご飯食べました。うん、なんか微妙な時間にお昼うどん食べてお家にあった。で微妙な時間にお菓子とか食べたんですよ。でなんか豆腐スティックみたいなの食べて6時ぐらいかな。そっからどうやら、このご飯の話したらさ、お腹すくよね。ご飯の話してお腹すくよね。ついてきたわ今。別に食べられなかったんけど。でもこの時期にさ、お鍋って熱いですかね。お鍋白菜だけ買って、白菜とお肉でなんか煮て食べようかなって。鍋キューブってあるやん、鍋キューブ買ってきて、ほんで食べようかなと思って買ってたんですけど、暑いかな。でも私さ、体温おかしいんかな。普通にさ寒いんですよね。風強かったし、今日昼間はさ夏みたいに暑かったりするけど、夜寒くない？私のヒートテック着てんねん。ほんで昨日の朝起きた時に寒すぎて、ずっと寒い寒いって言って、私一日朝起きてから昨日で親に「あんた風邪ひいたん？」とか言って、この時期にみたいな「風邪ひいたんちゃう？」とか言って、確かに昨日おととい夜ずっと寒い寒いって言ってたんですよ。寝る前寒い寒い寒いって言って、で朝起きてもやっぱ鼻水がちょっと汚い、ごめんな拍手言ってて、ずっとくしゃみ出てて、でのなんか喉もイガイガするみたいな、ちょっとやってんけど今全然治った。風ちょっと一瞬引いてたけど治りましたね。でも寒いっていう話ね。だからあったかいもの食べようと思って。でも昨日もさ、なんか一人だけずっと体寒い寒い言ってて、体冷えてたのよ。だからやっぱ冷え性の体になっちゃってるんですよね。だから食べるもの気をつけないとあかんなって言われました。昨日一日ね家族で過ごしたんですよ。それだけね、ずっと寒い寒い言ってた。だからちゃんとなんか発酵食品食べなあかんやんとか言われて、納豆とか食べって、あんた絶対食べてるもんが悪いんやってって言われて、アイス食べてるからな。毛布で寝てますしね。結構だからちょっとね、食事改善しようと思ってます。私の主食はそのアイスとお菓子でコンビニのご飯ですね。コンビニのなんかお惣菜買って食べてるから体に悪いですね。私と同じく寒いで悩んでた。これ共感していただける人に出会えて嬉しい。やめてくださいよ、共感したくないあかんで、一刻も早く私は脱出するわ。冷え性治すから、私一人でも体ポカポカにするから。
不健康あかんから。おーちゃんハート1個センキュまあでも確かに食べ物で体やっぱ体質なんかさ、ちょっと待って、怖いって。え、なんかこう、なんかトントンってされた気がしたけど、なんもなかった。私の気のせいっぽい。かしらもじいちゃんハート10個ありがとう。なんもない。なんもないよ。スタバのメロンフラペチーノ食べた昨日。昨日食べた。でゴールデンウィークやから人いっぱいやってさ、並んでたけど並んで買った。まあ言うて10分ぐらいですけどね。あね、カスタマイズした、なんかツイッターで調べて、ねメロンオブフラペチーノやったっけ、メロンオブメロンフラペチーノにチョコチップ追加して、でクリームにメロンシロップ追加やったっけな、みたいなのを見て、やってみてください。美味しかった。チョコチップ追加、クリームにメロンなんとかを追加、しかもお昼ご飯食べた後にデザートで飲みました。デザートで飲みましたね。冷え性細い人なりやすいんや。え、私全然細くない。頭文字 D ちゃん、うま、ありがとう。うま、絶対美味しいよ。やってみてください。私と同じの食べて。あのさ、スタバカードってあるじゃないですか。スタバカードさ3枚ぐらい持ってて、でそれでお願いしますって言ったら、1枚目、すいません残高が0円です、2枚目残高が0円です、3枚目残高が0円です。恥ずかしかった。0円やん、0円じゃんってなりました。めっちゃ恥ずかしかった。悲しくなりました。え、あれあれってなった。あれ、
話かな。オイルを塗りすぎてベタベタ。こんばんは、池様さん、流れ星1個ありがとう。初配信ってなんかテロップ出しとこうね。 iPhone だけですかね、この水色のハート出た最近。これ最近出ました iPhone ユーザーの人。私今日気づいたよ、これ今日気づいたんですけど、5月配信ってなってる。5月初配信やねんけど、5月配信はこれからも5月ずっとそうやん。みくちゃんゴールデンハート10個ありがとう。スターレインボー1個ありがとう。綺麗だよ。やっぱ携帯によって違うよね。なんかごめんなんかごめんそんなつもりないねんけど、確かに iPhone 以外の人には見えてないか。気まず気まず。なんかてん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 、 Android 勢てん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 、気まず。なんかね、私飲むとき小指立ってんのかな、ちょっと今気づいた。見て小指ちょっともうすぐ立とうとしてない？危な癖なんかな、今気づいた自分で。配信しててよかったえ小指もう立つやん、これ半分立ってるよもうこれ。危な、恥ずかしい。これやわ私のデフォルト。でも左手で飲むのってあんまないよな。今なんか知らんけど左手で飲んでてさ、右やったら普通なんじゃない？ちょっと気づい見ててください皆さん、私が水飲む時。あとさ指の形、なんか私独特なんですけど、そのデフォルトの指の形は全然普通やね多分自分的には。このピースした時にめちゃめちゃ反ってる。めっちゃ反る人なの。反ってない？ほらめっちゃ反る人なのよ。これ自分でさ気になってね指はそんな綺麗じゃないんですよね。そんな細くないし長くないし。
あかんわ。普通に水も飲めなくなりました。意識しちゃうやん、意識しちゃうやん、気になってまうやん。お水飲むときもう普通に飲めなくなっちゃった、最悪。普通にお水飲めなくなりました。まずコップで飲むのがめんどくさい理由は洗い物が増えるっていう点じゃあもうラッパ飲みでいいやっていう、いちいち入れてさやってみたいな、こぼすし。私特に配信とかゲームしてるときさ、いちいち入れてられないですから言い訳。そのための配信ではそらラッパ飲みしますけど、だからこぼしちゃう可能性あるんで、コップとかに入れると。だから嫌やな、嫌なんですよ。私そんなこぼさないけどな。こぼす？こぼさないですよ、私そんな。こぼしてるとこみんなに見せたことあるか？こぼしてるとこみんなに見せたことあるかい？気になるな、髪の毛が、オイルが。そうですね、なんかおしゃれな撮影ってなんか前髪とかもウェッティンにしてさ、なんかねサロンモデルみたいな人ってウェッティーなイメージ。いや私なんかあんま好きじゃないねんな。ちょっとオイルでなんかスタイリングこうすんの。いい匂いしますずっと甘噛みしてない、私さっきから。すっごいいい匂いはするけど、またね、うん、美容室行かないとあかんと思う。黒くなってきたし、てっぺん。トリートメントのいい匂いします。うん。いい匂い。私、香水つけるの苦手なんで。香水は全然つけへんねんな。
そのだから人がつけてる香水がめっちゃ好きやねんけど、自分がつけるってなったら匂い酔いしちゃうんですよね。だからシャンプーとかさ、トリートメントの匂い重要。ゴールデンウィークって明後日までですよね。何回も言うけど昼間もずっと言ってたな。これラジオあります。 FM 渋谷 FM 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 クロス FM クロスで。8時から8時50分までラジオ。ぜひ聞いてください。観覧も無料です。ほっぺが片方だけ赤いのは多分光がこっちから当たってるからやと思う。ライトがそれで飛んでるんやと思う。そうだ、また明日も止むかな終わった後いつも止んでない私。ラジオの後の励まし会、誰も私のことなんて見てないもんみたいな、誰も私のファンなんていないもんみたいな言い出すよ。また言い出すよ、絶対言い出すよ。また明日も NMB のリクワの話しますか。冬将軍のリグレットが第5位ということで、すごいすごいですよね。多分私のことをさ舞台上で見たくて投票してくれたと思うんですけど、呼ばれてないね、ごめん。私は悪くないよ。なんかツイッターのリプでさ誰々が来てたからふーちゃんも出てくるかと思った。なんで出てこないの。私は知らないよ。なんで呼ばへんの。あ、これちょっと勝手にみんなあのアーカイブ載せんといてな、ほんま。アーカイブ勝手に載せんといてな、マジで。これ載せてる人おるけどさ、やめてください。そこらあなた違法映画泥棒じゃないで、違法なんていうのこれ、配信泥棒。何、やめて。
泥棒違法行為です、あなたそれ違法行為です通報しますって、ピーポーピーポー、何やったっけ、なんかあるやんな、ノット映画泥棒違法アップロード、そう違法アップロードです。今ドキってしてるかな、今ドキってしてるでしょうね、してる人は。やめてくださいね、はい、全部ぶっちゃけるけどさ、ゾロリゴールデンハート1個センキュー、はぁってなるよそりゃ、それなんかそんなことされたら。私はいつでも歌う準備できてたのにな、な、私はいつでも準備満タンだったのにな。アーカイブ絶対載せないで。じゃあ言うな、じゃあ言うなって、絶対載せないで、フリーみたいになってる、マジでマジで。うん、そうです、本当に本当にね、まあでもなんか私の映像もちょっと映ったんですよね。じゃあいっか、勝手に私の歌やと思ってるから、あれは私の歌やと思ってるからさ、私の衣装やと思ってるからさ、私が歌うべきやろと思ったけど、まあふーちゃんが映ってて一番可愛いということにしといてくれたら、一番可愛いことにしといてくれたら、一番可愛いやろふーちゃんが。てかみんなまだ NMB 見てるんですね、私のファンの人も、それがびっくりした。そう、別に悪気なくてですよ、その卒業してからもみんなチェックしてんねやと思って、なんかファンクラブとかでね、書いてたりしてたけどさ、第5位だったよみたいな。え、私何、いつもの癖でさ、これ飲んでさ、こっちも飲んでない？やば、そうですね、この話やめよう。皆さんなんかゴールデンウィークどうですか？でもお仕事の人も多いですよね、結局。あとさ、え、あのさ、なんか江ノ島すごい人やったよな。てかどこもすごい人なんかな。いやもう私人混み嫌いやからな、どこも行かれへんなと思って、ゴールデンウィークとかさ、夏休みも、てかもう人みんなはもう休むな。みんな休むな、みんな一斉に休むな。
そうそう、私のさファンクラブ風アイス入ってくださっている方はさ結構お仕事な人多いなと思って、みんな普通に同じ時期に休むなってみんなマジで嫌だ、やめてください。シュウヤスミさん、トートイありがとう。なんか喋ってる時になんか良かった、私なんかトートイなって思いましたかありがとう。言うてさ最後に配信したの4月でしょ、だから1週間とか1週間は経ってないと思うけど、それぐらいやんな。久しぶりですよね、めちゃめちゃ。なんか勝手に私久しぶりやなって思ってんねんけど、あともうちょっとで終わろうかな。ラジオめっちゃさなんかしてたから、確かに顔をみんなに見せてなかった。本田さんゴールデンハート5個ありがとう。配信確かにね、配信で寝落ちしたの初めてやったの。いびきかいてなくてよかった、知らんけど。みんなの情報によると、私はコメント見た感じ鼻息寝息だけは聞こえていたみたいですけど、でも私ねいびきかけへんねん、これ前も言ったかな、いびきかかないんですよね。いびきかく人ってなんでかくんやろ、口開けて寝るから。でも私鼻詰まってる時とか口開けて寝ちゃうな、昨日とか口開けて寝た、呼吸できなくて、なんか鼻が苦しいってなったら口で呼吸して寝ようって。神谷さん流れ星30個ありがとう。疲れすぎてたらさいびきとかかくんかな。さあ今日のお昼ファンクラブで話してたんですけど、私危うく
弾丸大阪なんていうの、弾丸大阪帰り帰省、弾丸帰省っていうんですか、弾丸帰省になりそうでした。明日土曜日っていうことをちょっと理解っていうか、なんか忘れてて、勝手に何か水曜日ぐらいやと思い込んでたのね。でラジオあんのにさ、ラジオあるのにさ、家族と一緒に大阪帰るわとか言って寂しくなって、2日ぐらい大阪帰ってからまたこっち、8日にラジオあるしとか言ってて、8日じゃないね、むちゃむちゃ明日やって、6日やね、危な。マジで危ないの、もう行ってすぐ帰ってこなあかんかった、明日の朝には帰ってこなあかんことになってた。気づいてよかった。そう、勘違いしてたのよ、生放送5月8日って。あ、足がしびれた。9時半に終わろうかな。まだ喋れそうやけど、まだ元気あるけど私。明日も朝早くないし。昼からなんですよね、だから全然ケンさん、ありがとう。明日土曜日ですよね。
なるほど。テンション低いか今。地震大丈夫ですかね。本当に心配ですね。ゲーム配信と比べてテンション低いよ。もう落ち着いちゃってますね今。落ち着いているな、落ち着いているな。さん、かわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。うれぴよ、たた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 る。5月2日のうどん、賞味期限のうどんがずっとうちにあって、今日昼食べてんけどさ、いけたわ3日経ってていけたわ。いけたの、いけちゃったの。びっくりでしょ。最初怖かってんよ私も。あの半熟卵が入ってたから。半熟卵じゃないか、温泉卵っていうの、温泉卵入ってたから、卵やばいかな。あ、いけそうって思って匂い嗅いだら、食べても、お、いいじゃん、美味しいじゃん。ちょっと残ってんねんのでもまだ。ただ天かす、天かすですか、あのなんか揚げみたいなの、揚げがちょっとしなってました。すやすみさん、流れ星10個ありがとう。賞味消費どっちやろ、見てなかった。賞味じゃない、だいたいさ食品って賞味じゃないっけ、書いてんの違ったっけ。だから卵はいけたのに、天かすがちょっと、私天かす大好きなんですよ。天かす多ければ多いほどいいんですけど、もうあれちょっとしなってたのががっかりして悪い、自分が悪いねんけど、3日も過ぎてるから。神谷さん、ハート10個ありがとう。ちょっとそれがね、あー、しなってるなーってなって食べましたね。食べたんやけど。バードさん、かわいい、かわいい、ありがとう。意外といけるんですよね私、お腹壊すことないからな、ほぼ。この世で一番嫌なこと、ナンバーワンでもないけどナンバーファイブぐらいに入るのがお腹痛いかな。もうお腹痛いってさ、全てのやる気をそがれるよね。もうとにかく痛い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 、もう痛い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 で、ずっともう動けなくなるし。
嫌ですね、お腹痛は気をつけていきます。でもでも3日目ぐらいにそれこそお茶漬け食べようと思って、お茶漬けの素なんかあったから賞味期限確認せずに食べたんよ。でよくよく後からパッてなんかあの賞味期限捨ててるやつも捨てていこうと思って見てたら3月とかのやったの。でもあのそんなにふりかけじゃないけどその元やからいいかなと思って、あの味はねそんなね変な味するなって思わへんかったよな。鮭茶漬け、鮭茶漬けの素お湯でさバーってとふやかしたら美味しくなるやつあるじゃん、全然いけてんけど、さすがに3月のあこれやばいわと思って他捨てましたね。捨てたんですけど全部今お家にあるの賞味期限大丈夫やから、うどん以外うどん以外大丈夫やから。こちらもジディちゃんハート10個ありがとう、神谷さんハート10個ありがとう。乾燥してれば大丈夫、ありそうですよねそういうの。でももう全部捨てたから、なんかお肉とかさ卵は私も期限切れてたらさすがにやめますよ、さすがにそういうのは自分でちゃんと判断して選んでこれなら大丈夫やなっていうのだけ食べてる。まず切らすなって話なんですけど、しやすみさん流れ星中華ありがとう。おーちゃんスターレインボー1個ありがとう。初見さん変な人いない、なんか変な人いるよ、手見せません、見せろって言われたら見せたくありません。見せろ言われたら見せへん、見せないでって言われたら見せる、見せろ言われたら見せへん。一人ぐらいすると食品ちょいちょい無駄にしがち、そうなんですよね、それはある、難しいよなほんまに。卵案外期限切れても平気、嘘、うん卵まずいよ、人のこと言えないけど卵は危ないでしょ。だから私ゆで卵にしたりするかも、ゆで卵、そしたらよくない、あのね火通しちゃえばいい理論なんです私の中で、最悪なんか火通っちゃえばなんかもう菌死ぬんちゃうっていう。まあでもゆで卵にしても結局食べずに捨てちゃうことになっちゃうんですよ、なんかやっぱ怖いなって卵はね。まあとにかくね処分はしましたよ、一夜賞味期限20日過ぎて豆腐をさっき食べた、豆腐って大丈夫なの、私捨てちゃうな、5日ぐらいやったら食べるけど、なんか湯がいたりとか火通して結局さ賞味期限過ぎて残ってる食べ物ってさなんか食べへんねん なんやろ。この話何回もするけど納豆とかもさその時は食べたいから買うけど、なんかいざ食べるってなったらいや今日じゃないな明日食べよう、いやなんかでも納豆の気分じゃないなみたいなのがずっと続いて結局食べなくて腐らすっていうのが多いんですよね。
から稀です。このうどんとかもごく稀ですよそんな普段から切れてるもの食べてるわけじゃないよ。ちゃんと言っとかないと。意外とちゃんとしてますよ。切れてるのそんな食べへんよ。矛盾してるけど矛盾しまくってるけど、そんな言うて、そうですそうです、普段そんな食べてないですよ。1秒でも過ぎたら無理。え、マジで？ギャル出た。マジで？私の中のギャル出てきてない？急に。マジで？とか言って。1秒時間あるっけ？なんかめっちゃ厳しいじゃない？大変やん。生きてくの大変やって。全然気にしないかも、1秒ぐらいやったら。で、1日ぐらいやったらもう。いっかって食べちゃったりするけど。カシラマシリーちゃん流れ星10個ありがとう。納豆ってもう腐ってるのに木々あるの不思議。そう確かに発酵してんもんな。あれギャルいただきました。ピシじゃないのよ。ギャル引き出せたら嬉しい変なのおもろの話してたっけ。納豆の話やん。納豆の話でしょ。納豆はだからあんね、そう納豆腐されてたことあるやん。結構よく腐らせてるんですけど、あのなんか白いさ塊みたいなのができんのよ。時間が経ちすぎると硬くなってきて、でなんかジャリジャリしたなんか白いのがいっぱいなんかバーって納豆に発生してる。気づいたらもうだからあの白いのが出てきたら食べれない合図やと思って捨ててる。この経験ある人してる人いると思うんですけどね。納豆とか言ってさ、そうやって納豆全然食べへん時期来るかと思いきやさ、一日に2パック食べたりする時もあるから、どないなっとんの私。自分で言うけどどないなってるんだ私は。めちゃくちゃや。賞味期限切れトークが一番盛り上がるのもろい。あ、みんなとさ話せることじゃからじゃない、なんていうの、みんなと共感できたりさ、これってこうじゃないって話せる共通の話題って難しいですよね。そう思うとなんかちょっとめたい話になってきたけど、配信でさみんなとああじゃないこうじゃないって話せるネタ、話のネタがさ、やっぱ食べ物とかそういうのってみんな誰でもできる話やからさ、あの会話のキャッチボールがさできるじゃん、コメントと。だから楽しいですよね。こんばんは、こんばんは。個人的な冷え性トーク誰が共感できんねんどうやって盛り上がんねん。不健康、あ、それダメですねダメですねで終わるって。あっためてこう言って生姜食べよう言うて誰が盛り上がんねん。私心配されて終わんねんな。じゃあ やっぱ食べ物の話私も好きなんで広げるんですけど、初見さんありがとうございます。明日も地球が終わるとしたら最後に何を食べますか。めっちゃあるあるな質問やけど失礼しました。ハート10個ありがとう。え、これさ寝落ち配信の時したな。ごめんしてない、かぶってない。あれ、なんかかすかに今なんか右側の方でなんかあれみたいな
うずき出した脳がなんかんみたいな、この辺であれこれまさかみたいな、以前したことあるようなみたいな、してなかったっけ寝ながらでもしてた記憶があんねんけど、あれあの時も食べ物で盛り上がった、まあいいか、なんぼでもいいですから、なんぼしてもいいですからね、この話は。アナゴ、そうアナゴが好きなんですよね。お寿司のネタで何が好きかって言われたらアナゴが一番好きなんですよ。渋いでしょ渋って言われる。ふーちゃんの中に既視感が、そうなんかあれ喋ったことある、既視感あるな。唐揚げ、うなぎ、天津飯、焼肉、ほう焼肉、私アナゴ好きやけど最後に食べる、いやなんかこれって好きな料理とかじゃなくて、なんかあのもう好きな味っていうよりかは思い出の料理だったり誰と食べるかになってくるんですよねめんどくさ、私嫌やわ。もしさ明日地球が終わるってなってさ、何食べたいってさ聞かれて、いや何を食べるかじゃなくて誰と食べるかじゃないって返されたら嫌やわ。自分言っといてなんやけど自分言っといてなんやけど、ごめんやけど、私が言い出した話やけど、そうやって言われたらあーめんどくせーってなる、こいつめんどくせーってなるかもねそういうことじゃないねんって。え、なんやろう、でもそれ一理あるくない、もう明日地球が終わるってなって、地球が終わるって、そうもうほんまにだから、もしかしたら私が死ぬかもしれない、死ぬ前の日、あんま良くないな、地球が滅ぶにしましょうか、それも良くないけどそれも良くないけど、仮にもう食べ物を口に入れるのが最後やったら誰と食べるかが重要やねんけどな。エイリアンっていう映画見たことありますか？エイリアンがさ、いきなり地球侵略してきてもう終わるよみたいな、エイリアンにやられるよみたいな、 NASA から全世界へ連絡、緊急連絡みたいな、なんか日本でいうと岸田総理とかが急に会見開いて、日本の国民の皆様みたいな、今 NASA から NASA がどれぐらいの権力持ってるか知らんけど、映画のスケールで話すと、私が書いたシナリオでは日本の皆様、国民の皆様みたいな、今 NASA の発表がされました、発表によると明日お昼ごろ何者かわからないですが、何か地球に何か生物がやってくるとの情報が入りました、どうやら緊急なんていうんやろ、緊急事態宣言出んの、家から出ないようにとか言ってシェルターとか作ってほしいな、急いで、国民の皆さんは外に出ないようにしてくださいみたいな、外出禁止令が出ましたみたいな、週休みたん水曜休みたん間違えた、休みたん、休みたん、ありがとう、水曜休みたん、1,2,3,4,5 スターレインボー5個ありがとう、休みたん、ありがとうね、水曜休みたん、可愛くしちゃった、ありがとう、綺麗だよ、休みたん、水曜休みたん、地球外生命体やってくる、そう、あの多分だってもうさ、どうなるか分かんないじゃないですか、予想つかんやん、どこに降り立つかも分からんし、いっぱい大勢来られたらもう国民守れないからさ、外出禁止令とか言って、それか言わんかもな、もうあえてもう国民には秘密にしておくみたいな、で上級国民だけ逃げんねんあるあるありそう、ありそう、上級国民だけ
もう国民なん知らん言うて、国民なんかもう掘って逃げるぞとっとと言うて、やりそうやねんけど、普通に普通にありそうやねんけど、なんか漫画とかでもさ、自分の寿命が分かるみたいな物語あったりするじゃないですか。あと何年みたいな、なんかここ頭の上に出てみたいな、なんか世にも奇妙な物語みたいな話になりますけど、それであと1日とか、数字があと1日とかなってて、寿命が可視化されるようになってて、じゃあ何食べようみたいな、地球に似た星はでもあるんですよね、宇宙。宇宙の話しだしたら止まらんよ私。そんな知識はないんですけどね、そんな知識ないんですけど、みんなはどうお考えですかみたいな話するの好きなんですよ。食べ物の話から宇宙の話、宇宙ってどうなってるの、宇宙が広がるっていうことは広がっているその空間が外にあるのみたいな、宇宙の話出したらどう思いますかみたいな話大好き。宇宙って何みたいな、どうやってできたの、どうなってるの、どうして人間という生物ができてみたいな、そう、宇宙は広がり続けてるらしい、ずっと。どういうことって思いませんか、え、どういうことなほんまにえ、宇宙広がる、広がるってどこに向かって広がってんの、え、宇宙の外ってあるの、じゃあ広がるスペースがあるってこと、どういう概念なの宇宙って、何そのさ、宇宙のなんかわけわからん、宇宙っていうそういうなんか概念の中にさある星があって、その一つが地球で、そこに生まれた私矢倉風子という人間、え、どういうことどうなってるのみたいな、え、何のために生きているの、あ、それはちょっとあれですね、なんかちょっと違う話になるけど、どういうことなんだろうみたいな、人間以外にもになんかどうやらいるみたいだみたいな、他の星にも生き物がいるみたいだ、いや、いないよ、いるよ、どっちやねん、でもどうやら宇宙はあってみたいな、ブラックホールがあって、そして今私たちが見てる星は何億光年離れたもう遠いところにあって、その遠いところの昔に光ってた星を今私は見てて、え、どういうことって思ってます変なのゾロリゴールドハート1個選挙、ちゃんとさ勉強してないから分かんないんですけど、ちゃんと宇宙に詳しい人は全部私がこうやって聞いたら全部答えてくれるのかな、
今私が疑問に思ってること。NASA の人いませんか？NASA の人はいませんか？ってコロナ禍に NASA の人はいませんか？答えの出ないお話聞くのも好きですね。するのも好きやし。水なくなった。生き物、生命体から見た人間は気持ち悪いんかな。だから、なんかここに目ついててみたいな、これは何みたいな、なんか長いの4つついててみたいな、二足歩行しててってなんのかな。なんか気持ち悪いみたいな。ET みたいなやったら可愛いけど。E.T. DVD お家にあって見てたな。タタタラタラタ。E.T. 見て泣いてましたね。E.T. 感動。E.T. 見て感動して泣いてたな。E.T. お家帰る。E.T. 知らんのじゃない今の子たちって。私の世代でもないけど。E.T.カシラムジちゃんハート10個ありがとう。あの E.T. の妹役の女の子可愛くてさ、その時はまだちっちゃい子役やねんけど、大人になってからチャーリーズエンジェル出てはって、チャーリーズエンジェルも好きで見てたんですけど、あの子名前何やったっけ、めっちゃ可愛いねんな。めっちゃタイプの顔してる。いいですよね、昔の名作ってやっぱ何世代、何世代にわたっても、日本語おかしいですよね、なんていうの、何年経っても色褪せないっていうことですね。つまり言いたいのは、チャーリーズエンジェルめっちゃ好きやった。はいチャーリー、かっこいいよな。じいちゃんかっこいい、ありがとう。かっこいいですよね、アクション、アクション系好き。そういう映画にふーちゃん主演で出てほしいな。また
映画出たいですね。主演映画。アクション系は想像できないですけどね。なんか日本のアクションってやっぱね、あんま見たことない。やっぱハリウッドのイメージがある。昔の映画結構好きで、昔なんか分からんけど、まあ王道の映画結構私ほとんど見てると思います。なんだろうな、ジュラシックパークとかも、もう1から古いやつ全部多分最新まで見てると思うし、ジュラシックワールドも見た、映画館で見たんですよね、見に行ったな。で、あと何やったっけ、バックトゥーザフューチャーとかも全部見ました。バックトゥーザフューチャーはすごいですよね。実際に出てきた開発製品、今の現代に何かある？あんま覚えてないけど、見たって言ったくせに。なんか空飛ぶなんかスケボーみたいなのあったよな、あれ。電子レンジとかあったっけ？出てきたっけ？その当時からあったっけ？もう面白いですよね。最後話の切り方雑、出てこうへんかったから面白いですよね、バッサリ。地震気をつけてください。ゾンビ系は、出てこうへん、タイトル出てこうへん。バイオハザードは途中まで見て、そっから見てないんですけど、映画ちゃうわ、ゲームあんだけしといて。何だっけ、なんとかテッド、何やった、ウォーキングテッド、ウォーキングテッドは怖くて見てないんですよ。怖くない、ウォーキングテッド。いや、ゾンビ系私苦手。バイオハザードももうちっちゃい頃になんかその金曜ロードショーとかさ、土曜プレミアムとかあったやん、あれで見て夜寝れへんくなったりめっちゃしてたから、全然苦手、全然無理よ。ゲームは好き、バイオの、バイオゲームは好きやのにな。ホラー系やっぱ苦手なんですよ私。ホラー苦手なんですよ、ホラーなんかのゾンビも。でもね、韓国の初見さん、ありがとう、こんばんは。海外の、海外のじゃねえわ、韓国のさ、新幹線っていうゾンビ映画あるんですけど、あれはなんか友達ん家で見たんよな。それめっちゃ怖かった。何がやっぱ怖いって血なんですよね。血見たらなんかもうめまいしてくるから。血が苦手で。今金曜ロードショーで名作カリオストロの城放送してる。お、宮崎駿先生の、駿監督のカリオストロの城ね、
好きですね好きは好きですけど、え、一回みんなで見たよな。みんなで見た気がする、配信で。カリオストロの城、宮崎監督がまだそんな売れてない時の監督作品でしょ。違ったっけ。あのカーチェイスのシーン好きです。カーチェイスのシーン、シエスミさん流れ星チェックありがとう。そろそろ終わろうかな。ちょっと待って、お手洗い行ってくる。10時半ぐらいまでやろう。お手洗いに行ってくるのでミュートにしますね。ただいま。クジラマジちゃんハート10個と赤いだるまチェックありがとう。キミさんハート1個ありがとう。いや嘘、終わろうかな、もうもう終わろうかな。でもキリのいいところで終わりたいな。謎のこだわり、元気かって言われたら元気やけど、眠たいかって言われたら眠たい。で、お腹すいたかって言われたらお腹すいた。Do-d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 o
けんさん、こんばんは。こんばんは。よし、この辺にしとこうっと。皆さんありがとうございました。今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。水曜休みさん、お疲れ、ありがとう。それではまた明日8時から、夜8時から FM クロス渋谷でラジオ観覧無料です。ぜひ聞いてください。バイバーイ、ありがとうございました。また明日ラジオ終わってから配信する元気があれば配信します。バイバーイ。配信視聴とコメント、そしてギフトをくださった方ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。